どうも、大悟です。というわけで今回はですね、朝の3、40分で妊娠確率を上げる方法についてご紹介したいと思います。やっぱりね、子供が欲しいって女性とかいっぱいいらっしゃると思いますし、不妊治療してるね、方もいたりとか、あと残念ながら流産してしまう方とか、いらっしゃって、結構やっぱ女性ってのはですね、まあ、男性よりも子供に対する愛が、やっぱ僕はやっぱり男性なんで、妊娠っていうことを体験できないので、やっぱり自分の体のこうね、中に新しい命がいるって感覚はちょっとわからないんで、まあおそらく、まあそういう場合ってね、多分男が考えるのを女性は非常にデリケートだし、いろんなことに悩んだりとか、周りからのプレッシャーがあったりとかね、まあいろんなことに悩むと思うんですよ。で、まあ、僕はまあね、子供がいないんであれですけれども、そういうですね、方にですね、ちょっと耳寄りな、研究がありましたので、今日はですね、そんな研究をご紹介したいと思います。で、特にこれ今回ですね、流産したことがある人を、対象にした研究なので、ちょっとね、子供欲しかったんだけどダメだったと、で、凹んでいるという方がですね、いらっしゃったらぜひ参考にしてみてください。今回ですね、ある行動を取ることによって、実はですね、しかもこれ朝ね、3、40分ぐらいでできるんですよ。朝でもいいし、昼でもまあ別に夜やってもいいんですけど、まあ、1日30分とか40分ぐらいで妊娠確率をですね、だいたいね、1.7 倍ぐらいかな、はい、1.7 倍ぐらいですね、1.7 倍とか 1.8 倍ぐらい、上げるですね、ためのですね、方法がありますよってことで、今日はこれをご紹介したいというふうに思います。はい。で、まあ、もちろんね、やっぱりね、1日3、40分ですね、特定の行動するっていうのはなかなか難しいので、どうしてもね、続かないって方もいらっしゃると思うので、そういう方のために今日は番組タイトル下の説明欄とコメント欄に、そういった習慣を続けるための方法とか、そういったものもですね、ご紹介してますので、ぜひですね、説明欄やですね、コメント欄の方も合わせてチェックしてみてください。無料のオーディオブックのリンクも入れてありますね、そちらもぜひ。で、今回のですね、じゃあ研究なんですが、どんな内容かっていうと、流産したことがある人を対象にした研究なんですが、毎日のですね、運動、特にまあウォーキングとかでもいいんですけど、このウォーキングを毎日するということをするだけでも、1点ですね、7、8倍、妊娠しやすくなるってですね、ちょっと面白い研究がありますね。これをですね、今日はご紹介したいと思います。はい。こちらの研究、2018年に行われた、ものです。18歳からですね、40歳のですね、少なくとも1回から2回、流産を残念ながら経験したことがある女性、1214人を対象にした研究です。だからまあ、流産してしまったという方をですね、対象にどうやったら妊娠確率を上げることができるのかということをですね、調べたという研究になります。月経周期でいうときにですね、だいたい6回、まではですね、妊娠を、試みてもらって、6回ね、月経周期的に6回のですね、その周期の間に、子供を作るということをチャレンジしてもらって、その後ですね、妊娠が、判明するまでですね、追跡調査を行うというものです。はい。その際ですね、何を調べたかっていうと、この妊娠確率が高い人、低い人、妊娠した人としてない人ってのが出てくるんですけれども、この間にですね、その妊婦さんたちの、妊婦さん候補の人たちのですね、その一週間、妊娠する直近一週間の運動の頻度、例えば激しい運動とか中程度の運動とかウォーキングみたいな軽い運動とかいろいろあるんですけど、これ運動の頻度ってのを調べて、で、この運動のね、強度や頻度と、あとは時間と妊娠確率に関係があるのかどうかってことを調べた研究なんですよ。面白いですよね。運動すると妊娠しやすくなるんじゃないってことをですね、調べるという研究なんですよ。で、実際にこの研究では、例えばウォーキングの頻度と時間を調べた、データとかがありまして、これでウォーキングはですね、なんと職場と、家とかとの往復とかもですね、入れてるんで、わざわざよし、運動するぞって風に運動してるんじゃなくて、日常生活のね、必要なですね、この、いわゆるこう、移動みたいなものもですね、入っているんですよね。で、加えて、座っている時間、どれぐらい座って仕事をしたりとかしてるかっていう時間とかも、測定してるんですね。で、この、子供を作る受胎能力に関しては、尿に含まれてるですね、で、プロゲステロンの代謝物だったりだとか、あとは HCG ってやつですね、ヒト絨毛性ゴナドトロピンとか、まあ、そういったですね、いわゆる受胎能力を測定するためによく使われている指標っていうのを計算することによって、判定していたものになりますね。ちょっと専門的な話になりましたが、じゃあ結果どうなったかっていうと、これ実はですね、激しい運動をしている人と、そうじゃない人、あるいは全く運動しない人、大きな差が出たんですよ。例えば激しい運動で言うんだったら、1週間のうち少なくとも4時間以上、まあ、だから1日3、40分ぐらいですね、激しい運動、筋トレとかランニングとか、そういったものをですね、する人っていうのは、全くやらない人に比べて、なんと 1.69 倍も妊娠しやすいということが分かったんですね。で、これはサンプル数が少ないんで、高めの値になってるんですが、まあ、もちろん激しい運動する人と、そうじゃない人を比べただけでも、激しい運動する人と、いわゆるこう、緩やかな運動する人を比べただけでも、
結構なですね、差が、出るんじゃないかなということがですね、わかると、いうようなですね、数字が出てるんですね。まあ、要するに、激しい運動をする人っていうのは、そうじゃない人に比べて、全く運動しない人に比べて 1.69 倍も妊娠しやすくなっていたと、いうことが分かったんですね。で、これ普通体型の人です。で、一方で、BMI が高い人、ちょっと太り気味な人ですね。太り気味な人っていうのはですね、激しい運動までする必要もなくて、ウォーキングをするだけでも効果があったんですね。激しい運動ではなくて、BMI が高い人に限っては、ウォーキングをすることによって、そうでない人に比べてですね、1.82 倍も妊娠しやすくなると、いうことが分かったんですね。で、残念ながら、通常体型の人は、ウォーキングによる効果っていうのは、られなかったんですけれども、まあでもいずれにせよ普通体型の人は激しい運動、肥満体型の人、ちょっと太り気味体型の人はウォーキングをする、ちょっと運動量を1日30分程度の運動量を増やすだけでももう 1.8 倍とか 1.7 倍とか妊娠しやすくなったということなんですね。すごいですよね。だから運動って妊娠確率すら上げてくれるんですよね。まあ確かに母体が健康になるって点で言うんだったら、うん、なんかわかるような気がしますけど、こんだけ差が出るとちょっとビビる、研究ですよね。はい。で、一応ですね、どれぐらい座っているかってこともこの研究では調べられているんですが、座ってる時間とですね、とかですね、あとは中程度の運動の頻度ですね。こういったものは妊娠しやすさとはですね、あんまり相関が、なかったってことが実は分かってるんですよね。だからというわけでまとめると、もしですね、皆さんが子供欲しいと、なるべくね、妊娠確率上げたいと思うのであれば、太り気味な方はウォーキングから始めた方がよくて、一方で普通体型の人はですね、ちょっと激しめな運動ですね、筋トレだったりだとか、あとは僕はよくやってるバーピーってやつですね、このジャンプして、腕立てしてってやつですね、こういうやつとか、ちょっとこれはかなりきついですけども、こういった、ちょっと激しめな運動とかを、毎日のですね、生活の中に取り入れてあげると、これでぐっと妊娠しやすくなると思いますね。ぜひですね、ちょっとね、子供ね、そろそろ欲しいというふうに思う方とか、まあ、一回ちょっと流産とかね、経験してしまって凹んでると。ね、次はちょっとね、ね、元気な赤ちゃん産んであげたいというふうにですね、悩んでる方はぜひですね、やってみてください。で、ちなみにこの運動っていうのは、続けるための、方法っていうのがいろいろありまして、例えば、カップルでやる、夫婦でやってみたりするのを、とですね、ダイエットとかですね、運動とかって、やっぱ習慣化しやすくなるってことが分かってるので、ぜひですね、旦那さんも巻き込んで一緒に、やってみることをお勧めします。続く確率がぐっと上がると思います。はい。というわけでですね、今日はですね、そんな、運動の話をしたんですが、なかなか1日3、40分の運動って続けるの難しいと思うので、これを続けやすくするための方法もですね、今日は番組タイトルの説明欄で紹介しています。今日のですね、おすすめの動画は2つあります。1つ目は、習慣が身につく確率を極限まで高める7つの心理テクということで、7つのですね、心理学的なテクニックを使いまして、皆さんがですね、習慣を、身につけるためにですね、その確率を上げるための方法を、まとめています。ぜひですね、まあ、1日3、40分の運動、なかなか身につけるの大変だと思うんで、でも子供のためならできますよね。というわけで、そんなですね、習慣を身につく確率を上げるための方法も番組タイトル下の説明欄、概要欄、またはコメント欄に入ってます。ぜひチェックしてみてください。さらに、激しい運動をする人、どういう運動すればいいのか分かんないと。でもやっぱり、毎日ね、ジムに3、40分行くと大変なんで、家でもですね、できるですね、激しい運動をですね、紹介している動画がありますので、こちらもですね、ぜひチェックしてみてください。1日4分からのモテる体型の作り方、ちょっと激しめではありますが、時短でもですね、十分な運動量を確保することができる方法をまとめています。ぜひですね、こちらもチェックしてみてください。で、さらにですね、やっぱり子供を作るってなってくると、やっぱり子供に関するですね、子育ての、ですね、おすすめの、本なんかもですね、あるといいかなと思いまして、今日はその子育ての子供がいる方でもですね、これからで子供を作ろうと思っている方でも使える、本を2冊ご紹介します。1冊目の本は、成功する子、失敗する子、何がその後の人生を決めるのかっていうですね、ポール・タフさんの本と、あとは私たちは子供に何ができるのか、子供がですね、成功するために親ができることって何かあるのってことをまとめた、これもポール・タフさんの本ですね。この2冊を今日のおすすめの本として紹介しておきます。番組タイトル下の説明欄からですね、ぜひチェックしてみてください。で、さらに番組タイトル下の説明欄には、通常2、3000円で販売されている僕のオーディオブックが今完全に無料で聞けるというキャンペーンをやっております。超習慣術とか、超集中力とか、超読書術とか、そういった様々な本がですね、一人一冊なんですが、無料で聞けるというキャンペーンをやっております。ぜひですね、こちらも合わせてチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。